あれマスク2枚配られるのも計算するといくらぐらい人件費も含めてかかるのかなって試算すると、まあ大体40億もあれば全然いけるんですね。でも昨日466億に膨れ上がってましたよね。一種の論争みたいなのが起こさせれば支配しやすいですから。大変だ。あとは何かありますか？何点か聞きたいことがあるんですけど、はい、1点が SNS 危ないんだって思わせたい奴らがいるんだの続きが聞きたくて。まだまだ発信してる側がちょっと頭おかしいっていうのが一般だからさ、まだ日本は。まだでもそう、全然まだそっちが一般だから。僕はもうそれ去年か一昨年で終わったかと思ったら、まだ未だに言う人もいるもんね。日本はまだまだでしょ。SNS 危ないって、まあ、よくテレビでもやってるもんな。だからあれも SNS は危ないんだって思わせたい奴らがいるんだよ。なるほど。わかります？それは今聞いたらゲーしちゃいますか？あ、全然全然、ここはもうクローズなとこなんで全然大丈夫ですよ。なんか教えてもらいたい。むしろどう思いました？まずはあの動画を見てみて、まあ、いろんなこと話してますけど、まあ、言えないことあるんだろうなとは。それが媒体を通して言えない部分なのか、これ聞こうと思って。まあ、要するに、SNS っていうのは、その国が隠したいこととか、ニュース、要はマスメディアっていうのは国の検閲が入ってるので、国というかもっと言えばアメリカの検閲っていうのが入ってるので、アメリカとか日本にとってその都合の悪い情報っていうのは絶対に流れてこないんですよ。自由があるようで自由がないってこと。報道自由度ランキングっていうのがあるんですけど、世界の。日本は驚くほど低いんですよ。まあ、ものすごく情報統制されているってこと。それは国によってです。国によって変わります。もちろん。で、SNS っていうのは、そういう、まあ、僕しかりですけれども、そういう英語圏の情報とか、まあ、そういう情報を自分でこう、能動的に取りに行って、しかもそれを人に伝えたりとかってすることができる人にとっては、はい。まあ、だから YouTube 見る層と、そのテレビ見る層って、ものすごいはっくり分かれちゃってるんですよ。はい。そのテレビ見てる層っていうのは、テレビの言ってることを信じてるので、基本的に。SNS は怖いものだって思っとけば、そう真実にたどり着かせないようにこう妨害できるじゃないですか。そういう意味で、そういうふうに持ってきたい連中がいるっていうことです。つまり、搾取してる側ってことですね。政治とか資本家とかそういうことですか？そうです。資本家しかり、政治家しかり。まだちゃんと理解するには。早かったみたいです。そうですね。まあそういうことも全部お伝えしていきたいんですけれども、まあまさにこれとかですよね。報道自由度、日本67位。びっくりしますよね。67位。低いって聞いてどれぐらいだと思いました？18位とか。だから20位前後ぐらいかな。67位ですよ。ええー。経済的な利益が優先され、多様な報道が次第にしづらくなっている。この次第にってのがミソで、はい、どんどん日本ってそういう風になってるんですよ。要は洗脳したい連中がいるんですよ。情報鎖国家です。そうです、情報鎖国です。日本マスク2枚配られるじゃん、はいはい、あれマスク2枚配られるのも計算すると日本の世帯全部にマスク2枚を送ろうと思うと計算できるんですよ。要は2枚の重量で、まあ局って部長バックとか、まあ、言うなんとかってあるじゃないですか。あれを使ってやった場合に、いくらぐらい人件費も含めてかかるのかなって試算すると、まあ大体40億もあれば全然いけるんですね。でも昨日466億に膨れ上がってましたよね。はい。この差額の大体420億ってどこ行くかって言ったら、もう天下りしている連中のボーナスとアメリカ様に召し上げられます。はい。どう考えたって正気の沙汰じゃないというか、日本の、ま、マスク2枚、はいはい、だからもうそういうことなんですよね。これ投資家とか投資の視点があるとそういう視点になるんですよ。マスク2枚かと。でマスクって大体サージカルマスクとかなんかいろいろありますけれども、はい、1枚って実際どれぐらいのコストで作れるのかなと。高く見積もってもこんなもんだろうと。でじゃあその2枚というものを全世帯に送るってなった場合にホームページに行けば送料も見れますし、そういった数字っていうのを全部当てはめていくと、まあどんだけ多く見積もってもこんぐらいあればできるよねってお金数字を見出せますよね。
それがまあ40億ってことなんですけれども、ちょうど昨日ですよ。もともと200億って言ってたのに、まあ、200億ってことは160億の差額を、ああ、召し上げられるんだなと思ってたわけなんですけれども、昨日です、本当に。なんだこいつらと思ったんですけど、多分もっと金を起こせって話になったんでしょうね。で、466億。で、普通の人っていうのは、普通の人っていうか、そのマスメディアの情報を見てる人っていうのは、それを感情的にしか受け取らないじゃないですか。節税を466億も使いやがって、じゃないですか。だから、ああやって、あなたたちのためにマスクを配りますよっていうポーズをしておいて、実は自分たちのそのビジネスになってるんですよ。ああ。ちょっていう会社をどこが支配してるのかっていうところにたどり着けばいいので、こういう考え方って株主とかっていうことをちゃんと勉強しないとわかんないんですよね。あー、なるほど。アメリカの保険会社であるアフックっていうのが、を支配してるんですよ。アメリカのアフックのペットなんですよ、って。はぁ。だからマスクを配るっていう、を通してマスクを配る必要があったんですよ、お金にするために。こういう見方しないですよね。ヤフーのニュースポケット見てたりとか、もっとひどいと、その、例えばワイドショーとか、テレビだけを見てて、まあ、いわゆる、とかって言われてますけれども、これもしっかりビジネスになってるんですよ。どんだけやったって、100億もかかんないです。マスク2枚を日本の全世帯に配ろうと思ったら。まあ、僕が試算したところだと、まあ、大体40から、まあ、50あればもう確実に配れるでしょっていう。普通の人って、マスク2枚を全世帯に配る。そのコストがこんだけかかるって言われちゃったら、ああ、そんなもんかで終わりじゃないですか。かかるのか、500億も300億も、300億も200億も500億も違いなんて分かんないですから、大きすぎて、額が。ああ、分かんないですね。イメージ分かんないんですよ。計算するのとか、その数字の根拠はっていうふうに考えないので。はあ、うん。ここの部分を深掘りして、例えば動画で言うと、アカウントページとかなんですか。そうです、そうです、そうです。YouTube は Google だと、Google は 何が支配してるのかとか。ああ。情報発信者はそういうところまで気をつけないと。で逆にそういう方向で有名になりすぎると逆にあちら側から声がかかって監視されるみたいなこともありますし、資本主義やべえっすよで資本主義っていうものをことごとくこう学ばされないので日本人は、うんうんうん、何が起きてるかなんて分かんない。本当にマトリックス。マトリックスですね仮想現実を見させられてますね我々。なんとなく大好きな作品だったんですけど。いや、僕も大好きですよ。本当ですか。現実の話じゃないですけど、レッドピルを飲まないとダメなんですよ。ああ、赤い方ですね。もう本当そういう感覚だったんですよ。小野さん。心の中で、バカにしてるとかじゃないですけど、僕はモーフィアスを飲むって呼んでたんですけど。押したら、LINE 追加した時モーフィアスの画像だったんですよ、小野さん。あ、僕そうですね。LINE のモーフィアスにしてますね。で、そこでテンション上がりましたっていう。やば、その話。なんすか、そのネタ。別に心の中で思ってたんです。ええー、そうなんですね。で、そっからネオになるかサイファーになるかは、もう、ほんと自分次第なんですけど。これ、めちゃめちゃマトリックスわかる人には、ちょっと、ほっこりしちゃう話ですね、それ。そうなんですよ。ラインの画像がモーフィアスで、と思って、そしたら、ちょっと経ったら、モーフィアスが消えてて、非現実だったのか、みたいな。そうなんですよね。だから、いや、僕がなんでそこにちょっと、こう、距離を置いてるか、距離を置いてるっていうか、なんであれやめたかっていうと、はい、なんか安易な陰謀論者みたいに捉えられたくないなと思って。陰謀論に侵されちゃうと、貧乏になると思うんですよね、はい、僕。はいはいはい。何やっても意味ねえみたいな、その虚無主義ってやつですよね、いわゆる。いますね。いますよね。はい、あれは、ダサいなと思ってて。いわゆるそう、なんていうんですかね、そのニヒリズムっていうか、その虚無主義。じゃあ僕はそれとは違うので、そういうことなんですよ。だから、モーフィアスとかにしてると、なんかこの人陰謀論者なのかとかちょっと思われるのかなと思って、で、やめたんですよね。僕らはあくまでリアリストで、はい、その視点を忘れないけども、アホじゃないよというね。本当にいろんなところにリンクできる作品だと思うんですよ。そうですね。おやおや、本当おっしゃる通りですよ。でももう同調圧力ですよね、エージェント・スミスさんって。そうですね。そうです。そういうふうに、まあこれ、罹患工作っていうんですけれども、はい、もう作り出すんですよ。要はみんなが、そういう、要は規範とかって言われるものを作り上げてしまって、それを信じるようにしなければ、はい、そこから外れる人間を、要は自警団みたいな感じで、勝手に監視してくれるので、物理的に監視してなくても、心理的な圧迫って監視じゃないですか。
深いですよ、うん、だまさにスミスですよね。スミスみんなダメじゃないですか。で要するにその脳内をみんな同じにする、だ同じような格好をさせたりとか、まあ、全部その思想的に統一させていけば、うん、そこから外れる人間っていうのは攻撃されるわけですよ。いろんな身体的にも攻撃される可能性ありますし、当然精神的にもですし、でそういうところから一度自由にならないと、だ僕がその服装とかに全くこだわらないとかもそういうところなんですよね。普通に途上国で買ったパチモンの服とか普通に着てそのまんま高級ホテルとか行くんで、こういうのとかも結構そういうのの練習だったりするんですよね。なんかそこがかっこいいとか言ってくれた方がこの前いて、めちゃめちゃこの人見てくれてるなと思ったんですけど、なんかその高級ホテルだと、まあそのドレスコードを破れとかっていう意味ではないんですけど、その心理として、まあその五つ星ホテルのきらびやかな、まあ、雰囲気のところに僕本当はなんかジョリッパとかで行くんですけど、それがかっこいいっていう、かっこいいっていうのは何かっていうと、別にかっこつけてるわけじゃなくて、なんかその固定概念みたいなのを崩す練習ってやっぱ意図的にしていかないとすぐに固まっちゃうんで、脳みそって、いや普通こうでしょみたいなことを、いや普通その普通こうでしょっていうのがまさにこの監視の目なので、先行先ってそういうことなんですよ。要はそうやって2者にわざと分けてこういがみ合わせるっていうことによって、本当の敵が誰なのか分からないようにするっていう。はあ。まあ、罹患工作っていう本があるので、ぜひあれだったら読んでいただきたいんですけど。罹患工作、そうですね、まあ、要するに目覚めの書なので、これも一つの、何でもそうですよ。資本主義と社会主義、共産主義と対立させるとか、何でも。これはよくその支配層が自治、自分のその職民地を支配したりするときに使う手法なんですね。対立を生ませて、そこでそれを統治する。これが大なり小なり、投資で大事なそのフラクタルっていう概念で考えられるんですけども、ミクロでもマクロでもこの罹患工作っていうのが行われていて、一番最小単位とか小さいところで言えば、よく上司が使う手とかで、A さんと B さん部下がいて、A さんには違うことを吹き込んで、B さんには違うことを吹き込んで、A さんと B さんの間に疑心暗鬼を生まれさせるみたいな。これ小さな罹患工作。これを国と国の間で行ったりもするっていう、そういう意味なんですけど、ミクロとマクロ。だから、普通に行うんですよ、人間って。普通に。これ多分、マネジメントしてる人じゃないと伝わんない話かもしれないですけど、でもよくある話ですよね、これ。友達レベルでもあるじゃないですか。B さんが悪口言ってたよ、つって。はい。には A さんが悪口言ってたよって言えば、変な空気生まれさせることできます。はい。本当の敵はって言ったら、あることないこと吹き込んでる、そいつが一番悪いというか。はいはいはい。でも、その支配する方法としてそういうことを使ったりするんですよね。だから罹患工作なんですよ。その日本人同調圧力とかってなんか、まあ使ってますけど、本当に何なのかっていうのを、その言語化してとか、その、いや、やっぱりはっきり考えることが大事だと思ってて、もやよりも。ちゃんとどういうことなのか。これめちゃめちゃ都合いいですよね。規範ってものを作り上げてしまって、それを、まあ盲信するタイプの人。これに疑問を持つタイプの人で、まあ分けてしまって、ここで一種の論争みたいなのが起こさせれば、支配しやすいですから。大変だ。はい。これを見直して、難しい言葉をまた調べて。大変ですよ。自分にスポンと落とす、落とし込む。本当は YouTube に上げたいですよね、これはね。っていう、深い話なんですけど、あそこからの続きって。なるほど。どうですか、聞いてみて。また戻りますけど、マトリックスです。知らないことだらけです。あともう一個聞いていいですか？もちろん。1週間思ってたっていう感じだったんですけど、もうそろそろフルベッドのシナリオ作りとかしてるってことですか？そうですね、そういうことです。うわまあ、普通に大怪我する覚悟ですよ。死にはしないけど、ただ当たれば本当にもうっていう勝負の準備をしてます。一週間没入するレベルってことですね。そうですね。没入ですね。人間にその思考させないようにする仕掛けっていうのが無数に仕掛けられてるので、普通の人と同じ行動をすると物事を考えられないようになっちゃいます。自動的に。なので、遮断をしてこもるとかっていう、まあ、いわゆるそのドラゴンボールでいう精神と徳の部屋じゃないですか。はいはいはい。まあ、そんな時間っていうのを意識的に設けるという、まあ、ビル・ゲイツもそのシンクウィークって言って、2週間だったか、なんか忘れましたけども、自分の森とか山とかなんかこもって一人で読書するみたいな。まあ、まさにそれですね。僕にとってはそれは投資なので、土平日の、まあ、絶対人ガラガラだろうっていう時に、まあ本当昨日赴くままに、まあ今はちょっと海外なかなか出れないので、僕は海外でよくそういうとやったりするんですけど、
面白いです。ありがとうございます。面白いと言っていただけると。なのでこうやって一歩一歩ですね、進んでいけばしっかりとこうザイオンの人間になれますから。そうですね、うん、あんま少ないんですよザイオン。もうだから入り口でいろいろな現実を見てネオでさえ書いてましたからね。そうですよね。いや本当そうですよ。副作用みたいなの出るんですよね絶対。もうちょっと遅かったら本当に。いやそうですね確かに。ダメだったかもしれないです。小野内さんはもうその自分にとってのモーフィアスはいなかったってことですよね。うん、僕はあの貧乏だったのが良かったです逆に。あの現実でしかなかったので、要は中学の時になんか明日の米がなんか買える買えないみたいな話でお袋泣いてたりとか、そういうの今でも覚えてるので。でも僕小学校までは結構裕福だったんですよ、離婚するまでは。要は親がの世界も知ってるので、なんか生まれついての貧困とかではなかったんですけど、子供ながらにすごかったんですよね、あの急に変わる感じ。小学6年生から中学の入学っていうか中学に入る、そこにかなりの断絶っていうか、あってガーンってあの生活変わったんですよ。でその時に、あ、金がねえとダメなんだなっていう。はあ。これって究極のリアルじゃないですか。はい。まあ、お金ないとどうにもなんねんだっていう。だから、そうなんですよね。環境が気づかせてくれたっていう。でお金の勉強が必然的に出てきたってことです。要は、その英語圏で、フォローザマネーっていう、まあ、なんていうのかな、決め台詞じゃないですけど、何か物事わかんないことがあったら、金の出どころを追えっていう意味で、そのフォローザマニーっていう、はい。お金を勉強していくといろんなことにたどり着くっていう、その医学も全部そうですけども、お金の流れを追うんですよ。マスク2枚に感情的になるんじゃなくて、マスク2枚かと。金の流れどうなってんだっていう、この考え方がこう染みついたので、だからその投資とかってまさにそういうことなので、そう。だから僕はこの人が俺にとってのモーフィアスだなっていうのは、強いて言えば親父なんですけど、親父はその高校生の時に、僕もともとその高校はまあまあ進学校に通ってたんですよね。そういう進学校なので、まあほぼほぼ全員が大学に行くような方だったので、僕も普通に漠然とそう考えてたんですよ。大学行って、まあいい企業に入って仕事してきゃいいんだなぐらいに思ってたんですけど、高校2年の時になぜかそれを、あの、まあ、音楽やってたと僕言いましたけど、黒人の音楽に目覚めてしまって、一気に、いわゆるそういう道に興味を失って、親父に言ったんですよ。その、いや、俺大学行かんわと。高2の夏ですね。これ言ったら親父が言った一言が結構衝撃的で、僕はやっぱり大学行かないと。で、音楽やりたいみたいなこと言った時に、安心したとか言い出したんですよ。親父が。何やねんこいつと思ったんですけど、だってその時もう離婚しても何年も経ってるわけですから、年に数回会うか会わないかの親父ですよ。会った時にその話した時にそうやって言われて、はい、安心したって何やねんと思ったら、お前がその、要は、まあ、大学行くっていうふうに話してた時、勉強も成績も結構こんなんで調子いいよみたいな話をしたは、まあ、正直、ああ、こいつも歯車の一つになってくんかって内心は思ってたって言われて。で今その話をお前がその音楽行くって言った時に、いやいやお前は歯車になっちゃダメだからって言って、もろ歯車だった親父に言われるとめちゃめちゃ響いたんですよね。歯車だったって、まあうちの親父は普通に大学を出て企業に勤めて、でまあ一応その企業の支社の社長っていうのをやってたんですけど、はい、その時はだから何もわかんないですから、社長って言われたらなんかめちゃ偉い人なんだと、はいはいはい、まあ、まあもちろんそのマネージャーですか、マネージメントのトップですから、はい、まあ、まあそういうことはそういうことなんですけども、まあでも歯車なんですよこれ。歯車になることにいい悪いを言ってんじゃなくて、はいはいはい、それですよね。だから僕にとってのある意味の目覚めっていうのはその時だったのかなと思って、はあ、その時高校2年生ですから何もわかってないですよ。わかってないけど今でもそれあの印象に残ってるので、安心したって言われたんで、なんだこいつと思って。いや、すごいっす、ね。うん。大多数の親は、お前も真面目に、みたいな。なると思うんですよ。だからそういうことなんですよ。僕、その、自己肯定感の話してるじゃないですか。僕、否定されたことがないので、はぁ。本当にないんですよね。ダメだとか、それやるなとか。だから、わかんないんですよ。そういうこと言われてきた人の、まあ、気持ちは、その、理屈では理解できても、リアルにその立場に立ったことがないので、普通ね大学辞めて黒人音楽がとか、僕当時いきなり頭丸めたりしたので、いわゆるその雑誌とか見てワックスとか頭につけて、
そういうタイプだったんですけど、黒人音楽に目覚めてしまった時に、いや黒人音楽とか言ってて、要はあの人たちってその天然なんですよ。そのあ、まあ、いろいろあってそういうチリゲっていうのはもう差別の象徴みたいなのがあって、はい、みんな坊主にしてたりするんですよ、黒人の男性って。で、僕、まあ、お話しした通り、その、環境が、まあ、ものすごく、こう、落ちぶれたので、お金がないっていう風で。で、その黒人の音楽っていうのは、まあ、持たざる者の音楽。持たざる者が持てる者になっていこうっていう、まあ、そういう、盛り上がりの音楽なんですよ。それが、まあ、自分に重なってしまって、その時は、本当に資本主義とかは分かってなかったので、純粋にそうやって思ってしまったんですけれども。はい。なるほど。すごいなと思って。いやお父さんやっぱすごいんですかね。すごいって言われても、もう、うん、でもよく言われました、本当に。お前んとこの親は羨ましいっていうか、お前になりたいみたいなよく言われたんで、うん、それぐらい、ああしなさい、こうしなさいって言われてる人が多いんだなっていうことに気づきました。そうだと思います。もうイメージでもそっちだと思います。そうですよね。一般的にはメディアのドラマとかもそういう描写はするでしょうし。で、本当におこがましいんですけど、本当におこがましいですし、僕全然そういう視点はないんですけど、なんかどうやら全くそれに毒されてない私が固定概念とかで縛られてしまって苦しんでいる人を、まあ、本当におこがましい言い方なんですけど、解放するじゃないですけど、手助けになるんだったら、セブンイレブンでバイトするよりも、まあ、社会に対しての価値提供が大きいなと思ったんですよ。大きいですよ。いや、まさにもう大きいやつです。僕もコンビニのバイトとかもしたことあるので、10代の時。何もできないっていうか、本当にできないこともかなり多いんですけど、ここだけはなんか、いろんな方に感謝していただけるから、だったら、それやりたいなっていう。今後、まあ、生きていく上で、一つの軸として、やっさんが絶対的に考えないといけないのは、次の。はい。は、自分の強みって何なんだろうっていう。常に日々こう自分に問うていくべきところかなと思います。で、一応ヒントとしては、幼少期から、その、これが上手だねとか、はい、周りの友達からも、うまいよなとか、得意だよなとか、まあ、言葉にもし出されなくても、ここはなんかこう、羨ましいって思われてるかなって感じるところとかも、例えばなんですけど、本当に。はい。あとは自分的に言うと、あんまりここ努力しなくても人よりうまくできちゃうっていうところ。こういうところに強みって隠されてるので、長い期間をかけて見つけていく。まあ、いわゆるそのビジネスにおいてはコアコンピタンスっていうのが大事で、これビジネスの話なんですけど、コアコンピタンスっていうと、コンピタンスって強みなんですけど、コアとなる強み、核となる強みです。強みって自分で自覚しにくいんですよ。当たり前にやれることだから。なんか僕はどの人と喋っても、小野内さんと喋ると、こう、やる気が湧いてくるとか、行動できるようになるみたいなことを言われて、ずっと言われ続けて、僕もなんとなくそういうものを自分で認識しだしたとかっていうのがあったりするので、自分ではそんなこと思ったこともなかったんですよ。説明が上手とか、僕はそこに強みが実際あった。っていうか、今はもうそう思ってるので、それ以外逆に本当できないんですよ。細かいこととかできないっていう。掃除とかめちゃくちゃ苦手なんですけど、で、日本の教育、例えば、国数理社って、まあ、5科目あって、で、例えば、その、数学だけ2とかだったら、この2の、数学の2を、まあ、3とか4に持ってこうとかってやりがちじゃないですか。はい。苦手なところを強制するっていう。これは、まあ、確かに、旧大点、いわゆる旧大点の人間を作り出す上では全然いいんですけれども、今までのその、工業社会、日本って特に製造業ですから、工場で働く人って別に個性なくていいんですよ。工業製品を大量に生産する上ではそういう人材が求められたんですけれども、これからの時代っていうのは、全部が3っていう人よりも、一つが10の人の方が生き残りやすい。だから自分の強みっていうのは、すごく大事で。で、絶対こういうことを言うと、日本人はその長らく受けてきた教育とか専門の影響で自分には強みなんてないと思うんですけど、そういうことじゃなくて、強みっていうとなんか本当に人より優れてるって思っちゃうんですけど、言い換えてみると資質なんです。資質とか素質、こういう言葉になります。ですから勝手に備わってたりとか、その自分生まれた後の環境とか、まあそういったもの、もともと持ってたものプラス環境によって
勝手に伸びてきてる能力ってあるんですよ、絶対的に。それが人間たるゆえんなんで、一人一人が違うっていう。だから人を羨ましく思ったりすることとかって全く意味なくて、はいはいはい、時間の無駄でしかないんですよ。あの内側のその自分のコアコンピタンス、強み、資質、素質、まあ言い方はいろいろありますけれども、それって何なんだろうっていう。で、まあ先ほど言った通り今日見つかるものとかではないので、これを一緒に見つけていく旅でもあるんですけれども、あの小さい時からなぜか俺これ上手にできるんだよねとか、大して努力してないんだけどなんか数学だけ100点取れちゃうみたいな、なんかそういったところにヒントってあるので、なんかちょっと頭の片隅にその入れながら日々を過ごしていただきたいですね。なるほど。でも強みを認識すれば人から感謝されて、なおかつお金も、感謝 その言い換えみたいなもんですから、お金どこだろうっていう、それ結構真剣にならないと、まあ、これがいわゆる資本主義的価値ってやつですね。自分が何ができて何ができる人間なのかっていうのを、これはもう早期に認識するっていうのは、こんなんだって70代80代になって気づいても遅いと思う。そうですね